お疲れ様です。ラットです。今日はですね、こちらの2.4ぐらいやっていきたいと思います。はい、というわけで、光栄がマジでえぐいですね。本当にもう骨というかもうひょろひょろしかいないんですけども、まあ、なんか高回転でゴレたくさん出していきましょうよっていうデッキかな。まあ、一応グラチャで12勝されてました。はい、なんで拾っていたんですけど、勝てる自信はないですね。で、何に勝てんだっていう話でもう、ね、何にでも負けそうなんですけど、ちょっと気合でやっていきたいと思います。さあ、で、なんかね、こういう時って、ゴレ出さずに頑張りたいみたいなことが結構あるんですけども、さすがに、ウォールブレイカーとかないんですよね。だから、ゴレ以外で削るってなった時に、まあ、ISP、ISP、やりごぶ。ISP コウモリとか、しかないんですよね。いや、だから、さすがにちょっと無理があるよなーっていうので、まだゴレ結構頻繁に出していきたいですよね。さあ。おー、単体くんね。で、俺結構ね、これ大事なのが、コウモリ強いです。僕マジで、結構コウモリ系だと思ってて、このデッキ。ゴレの後ろと、あー、LSP マジでズリ。ゴレの後衛にね、コウモリつけるだけで相手マジできついと思うんですよね。おー、そう、なんならダメージ的には勝ってます。よし。さあ、で、あとは、当たり前に、施設とかあると、まあ、通んないんですよね。まあ、施設がなくてもなんですけど、当たり前に通んないです、ダメージ。そう、だから、まあ、どうしようっていう、悩みマジで。どうしようっていうとこなんですよね。まあ、だから、俺のダメージがあんま通んない分、相手のダメージを入れさせないようにするっていうのが正解ですよね。だから、まあ、序盤はね、耐えたいですね。で、あとはこういうファイスピ削りであったりだとか、うざいよ、これ。いやー、このプリン咲いたの熱いっすね。さあ、プリンはゴールド受けながら、バレルキトなんか適当に守りそうだな、キンキドしてるし。あれ結構ギリギリのタイミングでバレル飛ばしてくるタイプでしたね、さっき。うん。さあ、槍からの、後ろコウモリマジ最強なんだけど、LSP がな、違うんすよね。マジで。LSP ちょっとずるくねっていう。まだここで、そう無理せずにコスト貯めて、ゴレ、もう一周ゴレを回すっていうのもありなんですよ。そう、多分それは2倍タイム、3倍タイムになってからそうした方がよくて、いいのは、まあこれでいい。よし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 。いや、なんだ、勝てそうだ。普通に勝てそうなんだよ。なんもね、なんもなんか特になんかあるわけではなく、今のところなんか普通に勝てそうだけど、普通に勝てそうとか言ってると多分負けるんですよね。マイナルテスラが独特、癖が強いな。あとはマジ、相手のプリンセスとかもね、マジ無理なんですよ。そっち早めに引っこ抜いて。いや、これさ、マジで。もう一周これ行きたいな。いや、一回ここは落ち着いてケツです。端前行きたいんですけど、相手のテスラサイクルどんどんずれてるんだね、今。いや、マジで。普通に勝てそうだけどな。今んとこね。さあ、ここで、これを、まあ、どっちに行くのかっていう話なんですよ。まあ、相手のなんか逆とかの方がいいですよね。オッケー、釣られますな。釣られない、釣られない。だからの、まあ、しっかりトルネードで、これですよ。トルネファイスピ、トルネエリスピとかのね、この気合ゲーで。さあ、熱いよ。なんならここで、もう一回ゴレなんですよね。いや、これ、多分こうなんですよ。このデッキって、多分。いや、マジでなんか、立ち回り気持ち悪いな、これ。え、こういうことっすよね、だって。多分なんですけど。さあ、で、なんか飛ばして、いや、違う。いや、こういうことっすよね。知らんけどさ。で、まあ、プリンがこの辺に。いやーって、ガチで、シャシャった。まあ、まあ、こんぐらいシャシャってもさすがに大丈夫じゃない?いやー、美味しい。美味しい。まあ、相手が今回、枯渇っていうのがね、大きいかもしれないですね。多分、枯渇とかじゃなくて、普通の感じだったら、結構渋いじゃないですか。多分ですけど。テスラが弱くなったらもうでかいかもね。これやべ、入っちゃうな。さ、出た。恒例。2対5で。マジ、LSP じゃない、プリンセスマジで許せん。マジで。飛んで。このスピ系がさ、適当に飛んでくれたらええ感じになんのよ。あんぎゃ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 ん。さては、めっちゃ相性いいかもしれんな、これ。あれで、テスラ1個じゃマジでゴレが止まっとらん。さからの、もう1周ですよ。で、ゴレの公園に小型ゴレいてからの、なんならもう1周ゴレ来るっていう。さ、トルネでみんな同じ場所集合させて、LSP とかのね、40、熱い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 じゃん、このデッキ。
暑いじゃんは嘘ですね。オッケーオッケーオッケー。さあ、ゴーレムが届いてね。だから、相手が全体的に火力ないデッキとかだったらいいんですね。そうそうそう。プリンセスとかもね、一応トルネープラスのなんかで消えてね、処理できるんだね。さあ、なんで、ゴレとかは嫌っすね。ゴレ、まあ、ゴレダックね、ベビーとか。でも、ベビードラゴン、ペッカだもんよ。もう、ゴレどうすんのっていう。うん。ゴレどうすんのか、ペッカどうすんのっていうね。ユニット、残り系のユニットはめんどくさいっすよね。まあまあ、そんなしないよな。気合で、気合で戦えっていう話なんですよ。いや、間のデッキわかんないですね。ロケホーダックプリギャング。一応なんかホグで、そういうデッキは昔あったんですけど、まあ、どっからどう見てもホグではないっすね。よいしょ。いや、これっすよね、だから。オッケーオッケーオッケー。トルネプラスの、まあ、スピ系でね、間にニット処理していこうぜっていう。ワンチャンザップ、いや、完封する。アイスピーファイル。コウモリアイスピーエレスピか。で、皆さん、あの、完封できるっぽいんだ、ホグライダー。よいしょ。ゴールデン回していくか。ロケット押しされてからでもいいな。ロケホース咲くまでは、一旦イチャイチャしてもいいな。ロケット押しがやばいんですよね。僕からして。熱っ。しかもなんならさ、あのロケホー、キングド要員として欲しかった。いや、今んとこなんか勝てそうだな。さ、アイスピで時間稼いで、フィジカル、ゴーレのフィジカルでね、受けつつの、まあ、ゴーレもあんま削ってほしくないよなーっていうダックプリとかさすけでしょ。これだって、俺のゴレの公園のコウモリきついじゃんっていう話なんで。よし。やつ。うえい。いや、でも、高回転コウモリが多分強いっすね。いやー、トルネは悩むけど、悩むけど、しなくて良さそう。でも、ムート残ってくるとめんどくさいんで、壊します。はい。逮捕なってもらって、いやー、これ、フォグ来る可能性あるんで、一旦ゴレ展開は待って、あんな近畿道したいけどな。そこ来なかったんで、まあいいや。さあ。いや、なんか、いいね。ちょっとおもろい。これ2周目頃、右サイドに行けばいいって話なんですよね。結局。さあ、回して、回して、回して、こんにちはです。よいしょ。でも、コウモリを出す位置とかちょっとむずいんだけどね。まあ、あのロケット押しは、マジで、LSP からのトルネです。これよ。強制的にさよならしちゃって。あ、待って。エルスピのなんか飛ぶ位置下手すぎ？ちょっと怖くなってきたね、なんか。マジで。まあでもこれ許容できるの熱いな。よしよしよし。まあ、ホグっていうのがね、マジで救われてる。いやー、救われてるって話してたとこじゃん。よいしょ。ムート？危ないね、ムートくん。ダクペ君やったらダメだね、それ。いや、マジであのロケット押しさ、わかった。わかりました。このね、やっぱ1コスだとね、ゴーレムの公園にね、やりゴブとかゴーゴリとかハイスピードとか飛ばしたくなるんですけど、ダメです。ゴーレムの公園は、ゴーレムなんですよ。わかった？はい、OK？ とりあえず、引っこ抜きゲーミングの、いや、まあ、守って勝ちじゃない、俺の。あ、待って、やべえ。なんかアイスピ出し忘れた。やべえ、やべえ。いや、さすがに。さすがにね。おーい。ネス。ふぅ。あー、わかったわかった。ゴレが公営に、出したらダメですね。まあ、やり込むぐらいはいいとして、それが出しても、チリなんでね。ゴレムの公営はゴレムです。さあ、だからまあ、序盤結構耐えるの大事かもしんねえな。なんか耐えてしまえばマジで、ゴレのからのゴレで、間のテスラだからさ、施設が間に合わないんだよね。そう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 。8コス貯めるのって結構大変じゃないですか。わかります？この、なんか4コスとか5コスとかさ、ライトニングぐらいだったらさ、あ、ユニットちょっと我慢してライトニング通ってできる。8コス貯めるって大変っすよね。しかもね、周りの誘惑やばくないっていう。ね。ユニット出したくてしょうがねえよ、こっちは。さあ、まあ、ファージとかもね。もう1コスで受けてるとキリがないんでね。うわぁ。吐きそう。これやべえなぁ。まあ、でもだ、今回ってペッカでファルチで回転がちょっと遅いんですよ。そう、うわぁ、吐きそう。回転遅いから、そういった意味では、
これ今ゴール出せれば熱いってことで、やっぱあるんだか来んのかな。あー普通な感じね。うわ全然普通じゃね。やめて。まあ嫌な雨だけか、嫌な雨だけなら許そう。でこのコウモリ無視されるのちょっと嫌なんでファイスピぐらい添えると OKOKOK 対応したくなるよな。わかるわかる、そりゃそう。ん？ん？俺夢でも見てんのか。ん？なんかハルちゃんの夢バケモンなんだけど、そういうもの？待って待って、なんかファルチェさ、バケモン強いんだけど、あれ？ファルチェってこんな強いっけ？ちょっと待って、やばいやばい、俺こんなドチンパンに負けんの今日、そういう日？いやマジで、もうとりあえずとりあえずゴレのダメージ入れたいんだよ俺。うん。で2周目ゴレ左か？右か？もう一回でもさ右行ったらさ、そこそこに熱いんだよね。あれだってゴレ、あれ回ってないじゃん。まあ俺もなんもないんだけどね。後衛とか。ああ、なるほどね。それはね、いい。いや、だがしかしみたいなのもない。俺これ折らないといけないんで、もう絶対ダメージ稼ぐもん。よしよし、しかもなんならさ、あんた今、ペッカ裂いたよね。ペッカ裂いたよね、あんた。あー、なんかすごい見ました。ちょ、待って、違うね。俺としとる世界が逆。俺とのクラロブ、マジで逆世界行ってる、あんた。もう勝ったよ、勝ったよ、こんな。よしよしよし、いや、待って。やばい、待って、お願い、これ、早く折れよ、お前。早く折ってくれって、早く折ってくれって、怖いだろ、俺だって。オッケー。うわまあ、真逆の世界でしたね、ほんとに。重すぎんだろこれは、さすがに。いやーでけえこれやばい、勝ったらマジでかい。チナ 3-0 負けなし。まだまあまあまあ、こっからみたいなのがあるよ。さあミスタープロフィー、まあ今みたいなのも嫌ですけどね。すごい、まだ施設ない分さ、なんかペッカとかやっぱ無理やり剥がせばやっぱゴレ届けばさ、マジ爆破鍋がでかいからさ、ぶっちゃけそこで戦っていけるんですよね。でも施設があると本当にダメージ通んないんで、それがなんかむずいっすよね。その分ユニットも残ってくるんじゃないですか、さあゴルナイ早く散ってもらってね。テスラか。うわベビーメガゴはやべえ。いやーそれやべえ。うわゴリゴリやないかい。マジでゴリゴリやな、マジで。上半ネギでゴリゴリすぎる、それは。マジの高回転だからな、俺。あゴレミラーか。まあ、これをゴレミラーと呼んでいいのかみたいなところはあるっすけどね、ぶっちゃけ。まあ、ミラー対決なら間違いはねえやな。だいたいベビーメガゴレないか。俺のコウモリとかめっちゃ強いやないか。しかもエリババね。まあまあ、あ、これでもゴレ、ちなみに金魚ができるんですよ。みんな知ってるかな？ゴーレムの右側、真ん中右目ぐらいにユニット出していくと、金魚ができるんですよね。ゴーレムこう内側によって。そうなんで、意外と、なんだろう、施設なくても、ゴレって基本施設取るねか、トリトンとかでしか金魚できないんですけど、なんか真ん中のスケ、まあ、スケでちょっと左に寄らせて、もう一回真ん中なんかファイスピでも何でもいいんですよ。一個スケでピュッてちょっと横に寄らせたいね。ナイトとかでもいいんです。何でも。ちょっと寄せると、金起動今みたいにできるんで、まあもともと今はちょっと寄ってたのもあるんですけど、そうなると結構ね、戦いやすいよね。これね、相手左行きます。相手左行って2周目は右に刺しに行きたいですね。っていう、よくわかんねえおしゃれなことしようとして負けそうな俺がいるな。マジで。なんで俺は一旦こっちに来たんだ。いやこれさ、一本折れんのかな俺。折らしてほしいな。いや、入り場でしょ無理か。いやー、待ってよ。でも俺これゴレマジで、本当に、キング起動すればみたいなのがあるんでね。よしよしよし。ダメージ抑えれるんですよ、こうやって。で、俺のこの2周目ゴレが入ると熱いんだけど、いや、でもやっぱ正解だった。1周目正面から行くと、
ガチダメージ入んなかった気がする。死ぬ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 。やっぱ8万ゴールでさ、8万ゴールで勝てん？相手施設なかったよな。8万エリバー送んな。それはなんか来るよね。それはなんか来るよね。オーケーオッケー。本当にびっくり、相手もびっくり、いや俺もびっくり、俺の方がなんならびっくり。ちょっと待って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 、熱っ。いやこれ多分マジで、あのこれ溶かせないんで、そう火力ないんで、今みたいなマジ本当にユニット1コス1コスのゴーレムのあの近畿道を知ってるとマジでかいですね。別に何コスでもいいんですけど、やばいねこれ。ちょもう一回いくわね。なんかゴーレの、まあだから真ん中よりちょっと外側ですよ。真ん中より1個外側ぐらいに出してあげると、マジで本当にゴーレが内側来て内側来て近畿道できるんでね。あっちいな。いや今のに勝つのやばくね。理論上無理だからね、普通だったら。いやーあるな今日、多分何でもあるんだな多分。今日俺調子いい日だ。さあでも仕上がってるわ。やべ仕上がってね、急に。いて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 、バルキリーカメ振りすぎやろ、痛すぎる。あーこれ嫌がらせアイスピします。今ちょっとなんか逆サイドロケホンもって考えてたらなんか事故っちゃったっすね。もったいねえなあ。でもこれホグはね、外汰なんとかなるんですよね。というのも、その火力がやっぱ全体的にないじゃん。テスラ解放されたし。まあ、ロケホンがマジであの、無理なんですよ。マジキノコなんですよ、こいつ。ガチで無理なんですけど、意外とね、これロケホンはね、あれちょっと待って。その、ゴレバッカーで強制的に、気合でなんとか処理できるんで。よいしょ。いや、いいトルネよ。いや、これ。いいトルネなのよ。そう、2倍タイム、3倍タイム入った時に、2周目ゴールですね。まあ、だからこれ、あの、両サイズ攻めになります。はい。まあ、ゴーレムで両サイズ攻めはね、あんまないと思うんですけど、結構大事なんでね。こういうゴーレムの場合は。さあ。うん。まあ、だから、テスラ1周目置いても2周目が間に合わないとか、2周目置いても3周目間に合わないとか、まあ、どっかのテスラで頑張ろうぜっていう話なんですよ。で、ホグとかやっぱ飛ばしたくなると思うんで、スケとかでね、この圧をかけていきます。おー、今出しても君っていう。うん。さあ、で、このロケット押しの角度変わったぐらいで、アイスピが来る。あー、相手ちょっとうまいな。タイミングかぶせてきたのかな。さあ、で、これちょっと今、よくねえかな。なんかあの、ゴーレムを突破しようとしてる。ゴーレムで突破しようとしてる。じゃ突破できないんですよ、ゴーレム突破これ。だから、ゴーレムの攻撃はゴーレムです。覚えてください。いや、マジでやべ。鬼吉。全部得でいこう、俺のユニットたち。俺今入っちゃったかな。いや、待って。キノコ。キノコだけやめてくれ、マジで。いや、これ、一旦これ展開しないと話にならないことが分かったんですけど、展開しても話になんねえ。いや、ちょっと熱いぞ。いや、これマジでちょっとあるんだよな。ちょっとあるのおもろいけどな。まあ、テスラとロキホーと、さあ、ロキホー2周目、3周目、4周目。いや、頑張って。いやー、頑張ってはいる。いや、頑張ってるよな。わかるよ、俺もすごい触ってくる。だけど、キノコが。いや、あのグッドゲームはね。恥ずかしいぞ。何をどう見てグッドゲーム言ってんだ。俺はまだ1100もタワーが残っているではないか。よいしょ。いや、こういうとこからね、勝つと熱いかんな。まあ、テスラ来るじゃん。いや、いいんだよ、別に。俺が目指して2周目だからよ。いや、熱いよ、これマジで。結構熱いよ。マジで悪くね。いやー、ねえのか。なんかありそうじゃん、ちょっとだけ。やばい。
や、マジである、マジである。いや、ガチであるじゃん。グッドゲームどこ行ったわ。グッドゲームは？グッドゲーム消えたぞ、急に。静かになってきたな。急に静かになってきたね。あるよね。そういうことよく。よしよし。待て待て。怖い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 。俺も怖い。必死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 ほぐくるね。こんにちは。いや、俺、なんだこの変なトルネは。いや、もう一周これこれ。間のそのクエイクズレイ、クエイクズレイ。俺だってクエイク欲しい。俺だってクエイクあれば買ってる。いや、でもさ、これ真ん中マジで、テスラ用にいっぱい出してさ。やあらあら、ガチある。いける？え、そうそう。終わってくれ？俺がトルネミスってクエイクでダメージ負けない限り。よしよし。いや、マジ、押してる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 。押してる押してる、ガチ押してる。どっこいしょどっこいしょ。どっこいしょ、どっこいしょ。どっこいしょ、アイスピトルネでズルの 100% 金起動。あーって金落ちる、お願い。やばくね、やばくね、これやばいっしょ、これやばいよね、これやばいよねって話だよね、これ。あっつ、いやでもちょっとね、最後、いや、キング落ちるのさ、マジ怖いね。一回か何回かだけさ、キング落として勝ったことあるんですよ、ホグ使ってて。いざ自分がね、ああいう状況だとちょっと怖いっすね。気づかないっすね、余裕で。いやー、やばー。でも勝てたのがマジ嬉しいわ。これで。待って、ゴレの枠何でもできそうだもんね。もうペッカとかだったらもっと強そうだもん。ね。はい、というわけでね、ちょっと今日はこの変な高回転ゴレやったんですけど、ちょっと皆さんもね、ぜひ一度ぐらいはね、はい、試して遊んでみてください。よければね、チャンネル登録、高評価もね、よろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。